千葉県勝浦市。時折雨が降ったものの、日中は3月上旬並みの陽気に包まれました。街はすでに春一色です。見てください、ポストの上にもひな人形飾ってあります。商店も自動販売機もひな人形だらけ。さらにご覧ください、石段の上にひな人形がずらっと並んでいます。非常に迫力があります。 It's beautiful. 外国人も感動した関東最大級のひな祭り。支えていたのは住人の手作業でした。ご覧ください、石段の上にずらっとひな人形が並んでいます。これだけの数が集まるとやはり圧巻ですよね。ここは千葉県勝浦市の富崎神社。60段の階段にひな人形がずらり1800体。 Oh, we think it's beautiful. It's beautiful and so adorable. ここにいると平和な気持ちになります。今日始まった関東最大級のひな祭りイベント、支えているのは地元の人たちです。朝8時、荷物を抱え神社に集まった皆さん。そして現在地元の方々によって一つ一つ手作業でひな人形が設置されていきます。飾っているのは全国から引き取った不要なひな人形です。バケツリレーのようにして階段のてっぺんまで運んでいきます。やっぱり すごいですよね。綺麗ですよね。大変そうですけどね。地道な作業を続けることおよそ1時間半。圧巻の景色が生まれました。今すべてのひな人形が並べ終わりました。続々と皆さんひな壇の前に集まってきます。にぎわいは神社だけにとどまりません。勝浦の町の至る場所で合計7000体のひな人形が飾られています。コロナ禍を乗り越え4年ぶりの開催に喜びもひとしおです。春一番の行事でしょうね、やっぱりここから、春が始まってくるって。こちらも春の足音が聞こえています。日本三名園の一つ水戸偕楽園、梅の花の開花が進んでいました。すごく綺麗で良かったです。9年ぶりに来たという家族。同じ梅を探したんです。でも同じ梅なんですか？多分同じ梅だと思います。木の形が同じなので。覚えてない園内の梅の木はおよそ7割が開花。今週末から来週末にかけて見ごろはピークを迎える見込みです。